1試合目、チュラロンコーンブラザーズ VS ファンステイトですね。前の方にお願いします。じゃあチュラロンコーンブラザーズ言いづらいな。はい、こっちで、ファンステイト、こっち先に呼ばれたチームがこちら側ですね。見ながら見て右側に、やっていきます。先攻後攻はありませんので、自分たちが先攻行きたいなと思ったら先攻やってってください。あんまり出なかったら僕がペットボトル回すんで、それで先攻後攻を決めてもらいたいと思います。はい、じゃあジャッジもバトラーも DJ も準備はどうですか？さあ、掛け声どうしようね。何も決めてなかったけど、バトルスタート、バトルトライブがいい。前、アミちゃんの時、ロック大好きだったんだって。なんか、そういうの欲しいよね。なんかないかな。まあ、思いついたらそれにする。はい、じゃあ、バトルスタートで1回戦目、行ってもらえば、行きたいと思います。 OK、バトルスタート。 Can we do it again? Yeah, yeah. I need to do it again. Yeah, yeah.Oh,
やいやいやいや、ワンバトル目から熱いバトルがね、繰り広げられましたけどね。はい、さあ、ジャッジの皆様、もうお決まりでしょうか。よければ僕の方を見てください。はい、じゃあ OK ですね。じゃあ行ってもらいましょう。 3,2,1 ジャッジ。はい、ということでファンステート一回戦通過。はい、じゃあ、バトル1回戦 2試合目ですね。こちら側ゴーピッタン、ゴーピッタン、こちら側に、対するはこちら側に、キャネットヒート、キャネットヒートであるんですか、キャントヒート、英語ができないもんで、はい、キャントヒート、キャントヒートね。はい、こちら側はゴーピッタン、こちらがキャントヒートですね。はい、それではバトル1回戦2試合目いってもらいましょう。レディーゴShoot!
バトル2回、1回戦2試合目ですね。ゴーピッタン VS キャンドヒート、当てますか？キャンドヒートですね。はい、ジャッジの皆さんどうですか？いいですか？はい、それではジャッジいってもらいましょう。3、2、1、ジャッジ。はい、ということで勝者ゴーピッタン。はい、ということで、早速行ってまいります。1回戦3試合目、こちら側に、リズミックス、リズミックス、こちら側、対するはこちら側、シックス・アンド・ザ・ファンク。おー、すごいですね、これは。ナイスター。はい、ということで1回戦3試合目ですね。 DJ 準備は OK ですか？はい、 OK ということで行ってもらいましょう。バトルスタート。
1回戦3試合目リズミックス VS シックスアンダーザファンク。いやいや、これジャッジしづらいんじゃないですか。もう決まってる。大丈夫ですか。お、早い。はい、それではジャッジの皆さん悩んでいただきましょう。 G2-1 ジャッジ。ドロー。はい、ということで勝者シックスアンダーザファンク。一応3人揃うまで待っといた方がいいかなっていう。はい、はい、ということで、次いきましょう。1回戦4試合目、こちら側に来ていただくのがひじたくですね。対するはマセプラスユーヤ。はい、1回戦4試合目ですね。 DJ は準備は OK ですか。はい、それでは行ってもらいましょう。バトルスタート。
回戦4勝目、こちら側がキージータック、こちら側が、マセプラスユーヤでした。はい、よろしいですか、スタジアも大丈夫。はい、ということで、ジャッジいってもらいましょう。 3、2、1、ジャッジ。はい、ということで勝者キージータック。はい、ということで、次がですね、1回ですね、5試合目ですね、こちら側、いただくのがアウトリーフ、アウトリーフ、対するのはこちら側、ジャムロックス。はい、前の方にお願いします。ジャムロックス、はい、あ、いますね。はい、 DJ は準備は OK ですか。それでは行ってもらいましょう。1回戦5試合目、アウトリップ VS ジャムロックス、レディーゴー。
準備は OK ですね。はい、それではジャッジ見てもらいましょう。 3、2、1 ジャッジ。はい、ということで勝者アイコーリープ。はい、ということで次が、1回戦真ん中ですね。その中間6試合目となります。こちら側には、カリクルとカリクルのこちら側です。はい、こちら対するのがコンスで、コンスで行ってもらいましょうかね。はい、ということで、あ、電ボチだ。大変恐縮です。申し訳ございません。もう何でも大丈夫です、何でも大丈夫です。はい、ということで MC の準備が整ったところで行ってもらいましょう。ああ、整う声が、はいはいはい、はい、何だったっけ、カリクルート VS、コンステですね。はい、それでは行ってもらいましょう。バトルスタート。勝者コンステ。
はい、ということで1回戦6試合目まで終わりましたね。あと、5試合今日サボっております。はい、はい、ということで、また行っちゃいました。はい、じゃあ7試合目見てもらいましょうかね。こちら側がピースマイル、ピースマイル、こちら側。はい、右側、みんなから見て左側には、ステコンですね。いやコンステステコン、テレコンした感じで、はい、ありがとうございます。はい、ということで DJ 陣は準備は大丈夫ですか。はい、それでは1回戦7試合目いってもらいましょう。ピースワイル VS ステコン、レディーゴー。こちら側が踊りたくもなるわ。で、こちら側が、何言います。
急遽来ることになったので初対面ですが、なんとか頑張ります。クルー、はい、急遽来ることになって頑張ってください。めんどくさいって急遽クルーにしますね。はい、それでは、DJ は準備 OK ですか？はい、それではバトル1回戦8回目、踊りたくもなるわ VS 急遽クルー、レディーゴー。大丈夫ですか？ちょっと待ってほしい、ちょっと待ってほしい、こういう時一番怖いんですよね、僕。タイムラインどれぐらいの小話すればいいかいつも思えるんですけど、今日なんかね、電車で今日来たんだけどさ、絶対おもんない話なんだけど、なんかこう乗っててこう前に親子連れがこういて、こう赤ちゃんを抱えてるお母さんがいてね、でお母さん反対向きなんだけど、赤ちゃんだけ俺の向きこう見てて、多分焦点がこう合ってないんだろうけど、俺の顔こう見てたんだけど、こうそのこうめっちゃ可愛くて、こうなんか俺一人でいたけど、なんかこうあっみたいな、なんかなんていうの、いないいないばみたいなのやって、すげえ笑って、あお母さんがみたいな、こう後ろ振り向いた時は俺別に普通の顔してるのねっていうね、くだらないエピソード。オチはないよ。はい、なんかちょっとほんわかするでしょ、こういう MC ですよ。はい、大丈夫ですか？はい、それでは行ってもらいましょう。
1回戦8試合目踊りたくもなるは VS 急遽組むことになったので初対面ですがなんとか頑張りますクルージャッジ3-2-1ジャッジ。はい、ということで、踊りたくもなるは勝者ですね。はい、それでは次行ってもらいましょう。1回戦9試合目、こちら側がバブルス、バブルス。そして、こちら側出てきてもらうのがプッチンプリン。プッチンプリンいらっしゃいますか。プッチンプリン、1人しかいなくて、急遽、高谷くん。高谷くん誰？高谷。はい、急遽ですいません。どなたかのご指名で急遽出ることになっていただきます。はい、さあ準備もクソもないと思いますがサクサク行ってきたいと思います。それでは行ってみましょう。 DJ 大丈夫ですか。はい、バトル1回戦9試合目バボルス VS プッチプリンレディーゴー。前に出せないです。おー、ドローということは
こういう時 DJ 困りますね。今多分テンパってますよ。余裕、お、さすが UK 回してる大輝さん、違いますね。実力UK 回したんだよ、この間やばくない？もう何でもいいです。ルーティンで途中入れ替わってもいいんですけども、45秒ワンムーブ。これで、ジャッジの皆さん、ドローはなしでお願いしますね。めっちゃブレーキやってるんですか DJ は。もうちょっとかかる。さあ、次は何の話をしようかな。電車の話、さっきの続き、さっきの終わりだよ。お前たぶん後ろで合わせましょう。あの、はっきりと言うと、本当に面白くない MC なんで。そして噛みますからね。どうしようかな、どうしようかな。告知とかめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、その話してもしょうがないので、後でするし。あ、ありがとう、タイちゃん。何も話さなくてよかった。大丈夫ですか？もうちょっと、もうちょっと時間かかりますか？いいですか？はい、じゃあ、ちょっともうちょっと時間かかります。あの、僕全然今日知らないんですけど、名古屋、岐阜とか、あの、愛知、三重以外から来た人、はーい、お、あのね、どこから来たんですか？富山。富山。京都。岡山。札幌。三鷹や。本当は長野。長野近いね。結構かかるでしょ。すごいね。なんかすごいしょうもない MC がやってるけど、熱いバトルイベントあったよって周りに言っといて。はい、名古屋でもね、県外勢がこうやって来てくれるイベントってすごいね、貴重だから、これから名古屋をね、取り上げていきましょうか。みんな大学生ばっかり。え、大学生の人、はーい、ほとんど大学生だね。じゃあサークルでもこう、なんか面白いイベントあったよ的なね、ツイッターとかでこうつぶやっちゃう的な感じのね。あ、まだもういいだろうと思ってたけど、ポケットにいますけど、シュッ、音下げられたな、どうしようかな。こういう時ほんと困るよね、 MC って。何の話をしようかな。今日のファッションポイント、今日はちょっと下が、あー、猿以下だよね、3回目ですね。はい、まだやってるの、これ。今日のファッションポイントは、いや、どうしような、別に特にないんだけど、なんかちょっとこうね、下緩め、上ちょっとキュッとみたいなね。いえ、大したこと言えねえな。どうしようかな。今日この後、ジュースっていうイベントがあるんですけど、行く人？はーい。あれ？少なくない？行く？はーい。はい！はい！はっ！やらないんだ。はい。もういいかな。まだダメ。これ、MC 大変だね。ちょっと長めの話をしてもいいのかな。なんかこれ、すげえ、怖えな。じゃあちょっとだけ面白い話。なんか、中学校の時とかに、こう、水道ってあるじゃん。水道がこうバーって蛇口が何個もあるところで、でそこで俺昔遊んでて、どうやって遊ぶかっていうと、あのなんか上のやつじゃなくて下にこう元栓があるんだよね。でそこを閉めて上の蛇口をこうやってバーって展開にすると出ないんだよね。だけど元栓がこうシャッてくるとなんか滝みたいにジョワーって出るんだって。それはなんか中学校だけどね、なんか遊んでたんだけど、まだ落ちてない、まだ落ちてないか。ある時ね、下向きじゃなくて、こう、おい、ちょ、あ、もう終わった。あ、じゃあ終わりました。はい、ありがとうございます。続き聞きたい時は高野に来てください。
はい、ということで大丈夫ですか、もう行って。はい、ということで延長戦45秒ワンムーブずつですね、行ってもらいましょう。レディーゴー。Thank you.
Massive.
しています。1回戦10試合目サトルとチリコムロッキーコーライフ VS KBS でした。さあジャッジの皆さん、ドローはなしです。大丈夫ですか？はい、それでは行ってもらいましょう。 3,2,1 ジャッジ。はい、ということで勝者サトルとチリコムロッキーコーライフでした。はい、ということで1回戦残ったところはあと2試合ですね。はい、こちら側がグルーブミー、グルーブミーこちら側です。マホにお願いします。はい、そしてこちら側がリズムマスターズ、リズムマスターズこちら側です。はい、あれもう一人、あ、いたいたいた。はい、1回戦11試合目ですね。11試合準備は OK ですか？ショーグルーミー VS リズムマスターズ、レディーゴー。
はい、ということで1回戦11試合目グループミー VS リズムマスターズでした。さあ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 、ジャッジはお決まりでしょうか。 OK ですか。 OK、 はい、それではジャッジしてもらいましょう。 3、2、1、ジャッジ。はい、ということで勝者リズムマスター。はい、ということで、1回戦ラストの、バトルとなりました。こちら側は出てきていただくのがイケコ、イケコのこちら側です。はい、で、次こちら側に出てきていただくのは、お、カマセイヌ、お、オーガナイザーのカツくんが出ちゃう。そしてもう一人は、お、さっきスタッフやってた子ですね。はい、ということで1回戦12試合目、チーム名はどうしますか。カマセイヌでいいですか。はい、ということで1回戦12試合目行ってもらいましょう。イケコ VS カマセイヌ、レディーゴー。はい、ジャッジは大丈夫ですか。はい、それではラスト1回戦ジャッジしてもらいましょう。 3、2、1、ジャッジ。はい、ということで勝者イケコ。はい、ということで1回戦すべて終了しました。ちょっとおさらいで1回戦の顔ぶれ、読み上げていきます。
2回戦1試合目、シュガーのトーン、うん、これってこっちか、はい、すいません、1回戦1試合目が、